仙台市中央に位置するクリスロード商店街。こちらの東北六軒パークは復興応援グッズを数多く販売し、東北の魅力を発信し続けるスポットとなっています。そんな店内で販売されている注目商品の一つがこちら、渡りのふぐろ。こちらの渡りのふぐろはですね、ご年配の方もなんですけども、娘さんがお母様へプレゼントされるということでお買い上げいただく方もおりますし、あと外国の方も結構こう気になって手に取って買われている方もたくさんいらっしゃいます。色鮮やかに仕立てられたこの巾着袋には、実は復興へのある願いが込められているんです。何かが壊れたってことは、何かが生まれるとか作り出すっていうタイミングでもあるのかなっていう。宮城県亘理町、県南に位置するこの町も震災の影響を受け、地域のコミュニティは震災前に比べ薄れてしまいました。もともとあったコミュニティをそのまま復活させるってすごく難しいと思うんですね。今もそこに戻れない方もいっぱいいらっしゃったりするから、もう一回同じようにっていうのはやれたら素晴らしいけど、なかなか難しかったりして。そんな人々のつながりを復活させるため、地元亘理町の女性たちによって手仕事プロジェクト亘理すが発足されました。この亘理のふぐろは全て古い着物地を再利用し手作業で制作されているため、その全てが2つとないオリジナルアイテムなんです。かつて亘理に暮らす人々は、余った着物地で仕立てた袋にお米やお土産を入れ、感謝の心を込めて相手に送っていたそうです。町内である方のお宅に行った時に、着物の端切れで毎晩寝る前に夜に布袋を仕立てておいて、それに何かいただいたりしたら感謝の気持ちでお米を入れて必ずお返ししていたっていう話を聞いたんですね。感謝する気持ちとかって形にならないじゃないですか。技術とかっていうのも作るものがないと形にならないから、この袋っていうのを通して気持ちとか技術とか形にならない地域にある素材みたいなのをなんかたくさんの人にお伝えできたらいいかなって思ってます。ワタリスの皆さんは定期的に開かれる技術研修会やワークショップなどを通して、今までと違う地域コミュニティを生み出そうとしています。震災ってすごく嫌だったじゃないですか、当然のことながら。物事って必ず両面があるから、何か別な面もあると思うんですね。すごく大変だとか嫌だっていう以外に、で、何かが壊れたってことは、何かが生まれるとか作り出すっていうタイミングでもあるのかなっていう、そのタイミングをいいことを見てやっていくと、なんか新しいなんか町とか東北の形ができるのかなって思いますけど。感謝の心を込めて丁寧に仕立てられるそのふぐろは、町の復興を願う人々との新たなつながりを生み出してくれるに違いありません。